今田町長をめぐっては町の職員に対しパワハラと見られる言動を繰り返していたことが職員が独自に行ったアンケートで明らかになっていますその後、統合庁への情報公開請求で説明に納得されない町長が机を2回蹴り飛ばす事例がありましたと記録された行政文書があることが分かりました文書によりますとおととし11月職員2人が町長室で町長に業務の説明をした際 町長が激昂し、お前は俺の言っとる意味が分かって答えとるんかと怒鳴りながら机を二度強く蹴り上げたということですこれについて町長は話をもういいですということで、えー、という感じで、えー、止めたつもりですけれども相手方があどう感じたかということがあ大変重要と ということで、配慮ができてなかったということでえ、大変反省しております。一方、文章を書いた職員は本当に怖かった。他の部署の人が同じ目に合わないようにと文章を作成した。このシーンが夢に出てくると話しています。